はい、それじゃあ特に漏れもなさそうなんで、ガイウスに話しかけてブリオニア島へ向かいます。じゃあどこ、海岸か。ちょっと俺ちゃんとブリオニア島の地理目つけてなかったか。もしかして、いい目のつけどころしてんな本当に。たまにさ、勘がいいのか悪いのかわからなくなってくるところあるけど、やっぱ全然俺なんかより勘いいよね。なるほどね。オッケー。待つ。英語のスペルってやっぱ分かんないよね。そうだ、演習組だということです。お前諦めてたもんね、まだ現地についてもいないのに。マジ？めちゃくちゃ遠かったろ。とんでもねえ距離やん。ああ、でもなんかそんな話あったな、そういや。ちょっとチラッと思い出したわ。壮観だね。ほんと壮観だね。もうさ、今、一瞬さ、メルカバから足が生えてるように見えてなかった。ちょっと画像出そっか。ほら。ちょっと足に見えない。懐かしいね。あ、精霊靴出たまんまや。あ、でもそっか、俺らがなんか、いろいろ小細工やって出したもんな。確かに当たりついてる人は当たりついてるっぽいな。あんまりちゃんと覚えてないや。うん、方角まではねなんとなく覚えてるんだけど、細かい道まではさちゃんと覚えらんないんだよな、ある程度行き来しないと。現れてた、出てたよ。まあ、そもそもクロウたちがいるから現れっぱなしっていうのは当たり前か。釣りもできるね。いろいろ時間潰そっか、ちょっと。ほう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 。なるほどね。さっきやったんだよな。こっちは、
一応更新されちゃいるけど、持ってねえ。持ってねえんだよな。必要なもん。あ、でもこっちはあるから。これと、これは作っとこうか。よし。島の中でなんか手に入ったら戻ってこようか。行きまーす。あ、そうそう。幽霊靴はこっちでしたね。島の表側、船着き場を少し行った奥だったな。ああ、行ってみよう。見たか、バンダールの剣。ふう、感じがつかめてきたな。つかめてきた。うん、いい感じだろう。マナもちゃんと安定していると思います。そうですか。この調子でリハビリがてら進んでいくといいわね。こんな状態でもマナは安定してるんだ。ああ、こっちは裏道だったか。うん、鳩場方面に出られるはず。こっち、なんではしご元に戻ってんの。え、なんでここはしご。滝、水場まであるのか。そうだね。綺麗ですね。話は聞きましたけど、釣りもちゃんとできると。この規模の無人島にしては珍しいというか。だからこそ2年前の実習の候補地に選ばれたんだけどね。どういうこと。確か戦地のコメントでももらったんだよな。ノルド高原はともかく、なんでブリュニア島があの実習地として選ばれたんだろうって。まあ、ちなみに言うと誰がコメントしたかもちゃんと覚えております。あの時のまんまか。さあ、イーとラウラ言わするけど、レベルはもうちょっとまだ足りねえな。このままにしとくか。上の方もなんかあんな。あ、写真だな。完全に写真だ。シャーッと。絶景だな。こうやって見ると絶景だな。さて、イベントが。あ、これ、イベントのモンスターか、魔獣か。3匹はちょっとうざいな。何？は？新規こいつ？今ってどういう状態なの？新規こいつの状態？あ、やっぱじゃあこれ新規こいつ常に発動してる状態がそっからさらに解放って。じゃあなんで？
だいぶ変わってきたね。だいぶ変わってきたね。ちょっと一歩踏み出したんじゃないかな、リンのこの重すぎる病気。すごいな、この結束力。すごいよね、この結束力。他の作品であんまりルイは見ないと思うわ。暴走してしまっても買わない、構わないから使ってほしいっていう落としどころをさ、見つける作品。俺はルイを見てないわ。多分これが初めてだと思う。手強いぞ、気をつけろ。しかし、リーの体力。解放。リンが苦戦状態になり、すべてのクラフトの威力が、しかしその直後に暴走状態に陥ってしまい、通常攻撃に繰り返すようになる。暴走状態は行動後に 30% の確率で解除されますが、おいおいおい、俺運悪いんだぜ。絶対永遠と続くパターンやん。お手頃すぎだろ、暴走状態。じゃあ早速、そうだよね、もうこれ以外使えないもんね。やばいよこれ。工房で見た時とはまた違うのかな、この目って。もうちょい後で見返してみるか。とにかくそうだね、使えるね。じゃあさらにそこから上乗せ。打ちのめすぞ、クレイジーハント、俺の番だな。ああ、一応ちゃんとやっぱ意識は保ってんだ。でも3ターンだけなんだもんね。くらえ、鬼ハヤテ。はい、素晴らしく威力がおかしい。もらった、私の番ね。ゲイチャヘブンズギフト光よ、受け取って、みんな任せろや。よし、でアシッドレイジでしょ。で、クイックスターも使っちゃおうか。時の結界よ、砕けて。俺の番だな。OK、これしか使えないけど、でも3体入るから十分だね。よし、もらった、任せてちょうだい。オーバルギア行こっか。行くわよ、俺の番だな。リンとまたつなげ直して、ボイドブレーカー1体くらいは減らしておきたいよね。というわけであいつ、はい、素晴らしい力。油断大敵ってな、崩れたぜ。比べ物なんね。オーバルギア戦起動。オーバルレーザー照射。オッケー、ナイス。チャンスよ、いただき。行くぞ。いいね、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 いいね。打ちのめすぞ、クレイジーハンド。ない。この状態だとそうだね、攻撃だけだけど、相変わらず全部入るから、いい状態ではある。で、これを最後か、そうだね、最後だね。よし。今だ。もらった。で、入れちゃえ。するにはまだ早いぜ。おれ！ベリアル！ベリアル！いい
よし、仕留めた仕留めた。あー、片手で持ってるよりマークも違ってる。 E のターンはこれの次か。どうしよう。燃え尽きなさい、ファイヤー、チャンスよ。もらった。本当だ、勝手に動くわ。でも、お、溶けたよ一回で。あれ、私の前で最近のあれどうした。なし、やらせたくないね。ダメか。じゃあしょうがない。時の結界を砕けて。燃え尽きなさい。ファイヤー。はい、ナイス。チャンスよ。もらった。オッケー、ナイス。いいぜ。あとはリンと組んでホイトブレーカー行こう。さあ、こいつはおまけだ。油断大敵くな。ほんと行くぞ。あとはもうスパーンで終わるね。はい、お疲れ様。これで大丈夫だ。なるほどね。こんな感じで今後は新規合一にリスクが挟まってしまうって感じか。やったわ。まだまだこれからだ。大丈夫リン。もう構いませんが、構わないって言い切れるんだ。心配かけるね。とんでもねえ。7組とんでもねえ。B もとんでもないけど、7組か、7組がちょっと一番とんでもねえわ。例の霊窟は、そうだな。そちらの石畳を登った先ですね。で、あっちが小屋なんだよ。ああ、念のため周辺を確かめてから行ってみよう。オッケー。宝箱もあるな。ほう、宝箱か。こっちは行って大丈夫な。鳩場に宿舎、2年前の実習でお世話になったね。ああ、男子と女子で別れて泊まったんだったな。あの頃はフィーとここまで通じ合えると思わなかったんだ。どんだけヤバかったんだろう、この時の演習って。ダウラ、ちょっと恥ずかしすぎ。やっぱり先輩たちも仲がいいな。こっちも釣りポイントか。入れる？入れるね。あ、こちらは使えるみたいだね。じゃあ使わせてもらおうか。霊窟に向かう前に一休みしてもいいんじゃない？そうだね、 CP も回復するし。オッケー。よし。こっちは使えないんだ。はい、了解。じゃあ行こう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 。回復ポイントなくなってんだけど。
そういう話です。足が重くなってきた感じがすんな。中は特に変わらずか？これは2ヶ月前とは明らかに様子が違うみたいだな。そうなんですか？確かに明らかに霊脈が活性化しているようだが、周りに飛び散ってるオーブがそれなんだよな。総国というものに関係がありそうです。その答えがこの先にあるってわけね。いるね。オッケー、セーブしましょう。